はい、どうも、トソクチュートレンのつくもです。ということで、この大空に翼を広げて、共通パート12、続きからやっていきたいと思います。放課後になって、俺とアゲハはソーリング部のガレージへと向かった。一応、すでに部員なので。すまないな、君たち。俺たちを見るなり、天音先輩が申し訳なさそうに頭を下げた。やめてくださいよ先輩。そうですよ、天音先輩にそんなことされちゃ、なんかこう寿命が縮みそうです。もしダメだったらおとなしくここを出ていくつもりだ。移転先はまだ探している最中だわ。それって部活を辞めるってことですか？天音先輩は申し訳なさそうにうなずく。どうして先輩は自分から部員集めをしないんですか？これは私が自分のためにしていることだから。誰かを巻き込む理由がない。それは本心なんだろうか？もしかして先輩はこの場所に誰も寄せつけたくないんじゃないですか？なら俺たちも。そんなことないぞ、見学ならいつでも大歓迎だ。でも入部となると、分からない。そうしないとここにいられなくなることは分かってる。それはすごく困る。でもどうするべきなのか、私はまだその回答を見出せていないんだ。先輩は本当に困り果てた様子でシュンとしてしまった。これ以上質問を重ねても無駄に追い詰めるだけだろう。ところで先輩、グライダーを作って何をするんですか？大会に出場するとか。部の目的は勧誘の際の材料になる。軽く調べた限りではグライダーにも大会があるらしいが。大会？いや、そういうものに出場する予定はないぞ。じゃあ何をするんですか？行きたい場所があるんだ。天音先輩が微笑を交えてまるで懐かしい話でもするように言った。行きたい場所？イスカが言ってたんだ、グライダーが完成すればそこへ行けるって。イスカ、前にもその名前を口にしていたの。イスカが言ってた空へ行けるんだ。天音先輩は思い出に浸るように机の上の写真立てを見つめた。あの写真の入ってない空っぽの写真立てを。その様子は一人の世界に入り込んでしまったようで、これ以上質問ができる雰囲気じゃなかった。それじゃあ私たち部員になってくれそうな人探してきます。先輩がどんな回答を見出すにせよ、今は廃部を回避することが先決なはずだ。すまない。いえいえ、その代わり天音先輩は活動実績のまとめ作っておいてくださいね。ああ、わかった。夜9時過ぎ、俺は厨房で5人分の食器を洗っていた。牛の量は俺含めると6人いるのだが、天音さんは夕飯の時もその用意の時も顔を出さず部屋に引きこもっていた。一応夕飯は冷蔵庫に入れてある。腹が減ったら勝手に食べるだろうけど、落ち込んでんのかな。あの子はどうして学校を辞めようとしているんだろう。アゲハが言っていた、クラスの女子との確執が原因なのか、学校の授業がつまらないからなのか、それとも俺の知らない事情があるのか。多分何かあるんだろう。もしかすると本人もはっきりと理解できていないようなことが。俺も人のこと言えねえしな。この町に戻ってきた理由のほんのところ、本当のところを誰かに理解してもらえるなんて思ってない。俺にだって正直まだ整理がついてないの。なんとなく気分が暗くなっていると、ドタドタと廊下を早足に歩く音が響いてきた。葵くん、かなこさん、葵くん、なんとかして。何があったんですか？まさか変質者に襲われたとか。顔を背けつつ目だけついついかなこさんに向けながら聞く。違う違う、コトリンよ。は？
アマネさんに服を脱がされたわけじゃないよな。一人でお風呂入るって言って聞かないのよ。はあ、風呂くらい入らせてあげれば。ダメダメ、だって湯船に浸かるって言ってるんだもん。湯船？うちのお風呂の脱衣所には車椅子が置いてある。アマネさんが使っているお風呂専用車椅子だ。彼女はいつもそれを使ってシャワーを浴びている。目撃したわけではないが、車椅子のままでは湯船には浸かれない。彼女が湯船に浸かるには誰かの介助が必要だった。ここんとこお姉さんが来てないでしょ。もう我慢の限界だって言って。聞いた話ではハバネさんにはお姉さんがいるらしい。お姉さんが来た時だけ彼女は一緒に湯船に浸かっているそうだ。ところがそのお姉さんが近頃姿を見せていない。少なくとも俺が寮母になってからは一度も。もうほっといてよ。毎日シャワーばっかでお風呂入った気がしないの。だから私が入れてあげるってば。いやよ、セクハラするでしょ。あっち行ってて。というわけで頼むわ寮母さん、お風呂に入れてやって。はい。かのこさんは付き合いきれんといった様子で俺を置いて行ってしまった。え、ちょ。残された俺はとりあえずハバネさんと向かい合う。じゃあ俺が入れてやろうか。すっごい顔で睨まれてしまった。お風呂くらい一人で入れるわ。いやでも。ふんた。あ、待てって。ハバネさんは脱衣所に入ってドアを閉めてしまった。こうなるとおいそれと踏み込むわけにはいかない。なんかあったらすぐに声かけろよ。覗いたら承知しないから。怖い声が返ってきた。仕方がないので外で待機する。脱衣所の扉の前に座り込んでまるで見張りのように。どうでもいいが、女子寮に男一人だと風呂が不便だ。俺だけ時間を決めて入ることになる。うっかり鉢合わせしちゃいましたじゃ済まないから。風呂からかすかにシャワーの音が響いてきた。まずは体を洗っているんだろう。バシャバシャと細かく水の跳ねる音が聞こえる。なんかドキドキするな。音だけという、ごく限られた情報によってかえって想像をかきたてられる。アバネさんが入浴しているんだということを強く意識してしまう。って何考えてんだ。本人に知られたら八つ裂きにされそうな想像を頭から追い払おうとしたその時、俺は反射的に立ち上がると脱衣所の扉を開けて中へ飛び込んだ。大丈夫か。俺は湯船に飛び込むと風呂から、お風呂からお湯から手を出してジタバタもがいていたハバネさんを抱き上げた。おい、しっかりしろ、ハバネさん。ハバネさんはまだ混乱している様子で、助けを起こす俺に必死になってしがみついた。もう大丈夫だから。ハバネさんが俺を見た。自分がしがみついているのが誰なのか、いや何なのかさえよく分かってなかった顔で。大丈夫、もう平気だから。アバネさんは弱々しくうなずきながらまだしっかりと俺にしがみついていた。俺は彼女を落ち着かせようとそのまましばらくじっと。二人同時に気づいてはいけないことに気づいてしまった。アバネさんは真っ裸で、俺はそんな彼女を抱いている。いや、ごめん。一瞬どうしていいか分からず、けど放り出すわけにもいかないのでとりあえず抱いたまま。ハバネさんは胸元を隠そうというのか、さらにギュッと密着してくる。大丈夫、俺見てないから。ハバネさんは真っ赤になりながら泣きそうな顔になる。俺もう行くから、ごめんね。俺はハバネさんを床に下ろそうとした。
そうしてカノクさんを呼びに行けば万事解決だと思った。行かないで。弱々しくけれど必死に彼女は俺に抱きついていた。でも恥ずかしいけど、けどお願い。ハバネさんの手がかすかに震えていた。あの時初めて風車の丘で出会った時を俺は思い出していた。わかった。俺がうなずくと彼女の震えが少しだけ収まった気がした。ありがとう。しばらくそうしているとカノクさんが浴場に、ひょこっと顔を覗かせた。なんかすごい音してたけど、どうしちゃったのこれ。ちょっといろいろありまして、カノクさんの忠告を無視した結果がこれなわけだが、それを泣きそうな顔して震えているハバネさんの前で言うのはいくらなんでもかわいそうだ。カノクさんもそれは察してくれたようだ。ちょっとバスタオル取ってもらえませんか。はいよ。それをハバネさんに。あいよ。カノクさんがタオルをかけてくれている間、ハバネさんは黙って俺にしがみついていた。その後ハバネさんはおとなしくカノクさんとお風呂に入った。カノクさんも余計なちょっかいはかけず、ハバネさんが落ち着けるよう気遣ってくれていたようだ。食堂で寮母の仕事をしていると、お風呂から上がったハバネさんが姿を見せた。罰が悪そうにしながら、さっきはありがとう。いや、まあ別に、一応これも寮母の仕事だからと言おうとしてやめた。さっきああしたのは寮母だからってのが理由じゃない。呆れたでしょ、一人でお風呂にも入れないなんて。答えあぐねる俺を残してハバネさんは部屋に帰っていった。もしもし、お姉ちゃん？ううん、なんでもない。泣いてなんていないよ。あのね、前に話してた学校のことだけど、うん、もう決めたことだから。そっち行ったわよ。はい、というところで今回はね、以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。